ちょっと年上。はい、つみえき。こんにちは、大西です。今日も刀をよいしょにやっていきましょう。連日、比較の表現を練習してきましたね。比較の作り方については、ここ数日動画に上げていますので、ちょっと2、3日遡って見てみてください。今日はその比較の度合いを表してみましょう。ちょっと年上とか、はるかに高いとか、その比較のギャップの差を表してみたいと思います。いつものように例文の中で使い方を理解して、一緒に英語にしていきますね。最後10回ずつ音読することで、今日の知識をあなたのものにしていってくださいね。はい、では行きます。No.1 I'm a little older than her. 意味としては、私は彼女よりちょっと年上ということですね。実際私は奈美恵ちゃんよりちょっと年上ですね。はい、では解説します。I が主語ですね。be 動詞。そして older。これは old の比較ですね。old は、年取っているっていう形容詞ですね。はい、なので私は年だってことなんですが、はい、er がつくことで誰かよりも年上ってことですね。これ必ずしもね、年齢が年っていうことにならないですよね。older となるとね。何かよりも年上っていうね。er がつくことで比較になっているので、何かと比較しているということですね。そして比較の対象物を置くのは than her、彼女よりもっていうことになるわけですね。はい、そして今日のポイント、この比較の前に a little っていうのを入れましたね。a little っていうのは前にやったんですが、先週ぐらいかなにやったんですが、量が少しっていう意味なんですよね。これは比較の度合いを表すときにも使います。なので比較の前に a little を入れると、ちょっと年上になるわけですね。はい、今日はこの度合いを表す言い方をやってみましょうね。OK, number two. カナダは日本よりはるかに大きい。そうですね。はい、では言ってみましょう。Canada is, はい、大きいは bigger になりますよね。そのにはるかにっていうふうにその度合いを大きくしたいわけです。much bigger than Japan.はい、こんな感じですね。解説します。はい、Canada が主語ですね。こういう国の名前は固有名詞なので、頭は必ず大文字ですね。Japan もそうですね。はい、B 動詞、bigger。はい、こちらは big、形容詞ですね。はい、bigger は最後の文字を重ねて er になることで比較になるわけですね。はい、より大きいよと、than Japan、日本よりもという方ですね。はい、この bigger の前に much を入れましたね。これは、はるかにっていうことで、a little と反対になります。much はね、量が多いという意味がありますよね。はい、比較の強調にも使うわけです。比較の前に much を入れると、はるかに大きいと、その差が大きいことがわかるわけですね。OK, three. 今日は随分気分いいよ、ということですね。はい、I feel, はい、much better.はい、ここで終わってもいいんですけれども、昨日よりって言葉に出すなら than yesterday になりますね。はい、ですね。こんな感じです。はい、解説します。I が主語、feel が動詞、better が形容詞ですね。はい、I feel well の、比較ですね。気分がいいよということですね。I feel well, I feel good の比較になりますね。はい、much ですね。これも同じく、はるかにということで、もう随分昨日より気分がいいよということになるわけですね。OK, four. 今日は少し寒いということですね。言ってみましょう。It's, はい、今度は差がちっちゃいわけですね。少しなので、It's a little colder. はい、もし、昨日よりって言うなら than yesterday。 こんな感じですね。はい、解説します。 it が主語、 be 動詞、 colder が保護形容詞ですね。はい、 cold に er がついて比較になってるわけですね。はい、その比較の前に a little って言うとちょっと寒いとなるわけですね。 OK, number five. このホテルは思っていたよりはるかに高かった。まあ、そんなこともありますかね。はい、では行ってみましょう。This hotel was much more expensive
than I expected. はい、こんな感じですね。解説します。はい、this hotel が主語ですね。このホテルはと、はい、be 動詞、expensive が形容詞、保護ですね。はい、このホテルは高かったと言ってますね。はい、expensive を比較にしたい場合、最後に er の形はつけれないんですね。なぜかというと、綴りが長くて読めないからです。expensive er って歯切れが悪すぎますよね。はい、なのでこういった長い綴りは頭に more をつけて more expensive。この形にすることで比較を表すわけですよね。はい、さらに比較の前にマッチを入れることでその強調になりますね。はるかに高いになるわけですよね。はい、そして何か何何よりもという対象、I expected よりもってことですね。このように何か主語同士の文章が来ることもあるんですね。はい、expect という動詞は予期するってことですね。予想するということです。私が予想したよりも思ってたよりもっていうことになるわけですね。はい、こんな感じです。では慣れていきましょうね。Number one, I'm a little older than her. 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 I'm a little older than her.I'm a little older than her. I'm 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 a little older than her. Number two. Canada は日本よりはるかに大きい。Canada is much bigger than Japan. Canada is much bigger than Japan. Canada is much bigger than Japan.Canada is much bigger than Japan. Canada 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 is much bigger than Japan. Number three. 今日はずいぶん気分いいよ。I feel much better. I feel much better. I feel much better.I feel much better. I 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 feel much better. Number four. 今日は少し寒い。It's a little colder. It's a little colder. It's a little colder. It's a little colder.It's a little colder. It's 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 a little colder. Number five. このホテルは思っていたよりはるかに高かった。This hotel was much more expensive than I expected. This hotel was much more expensive than I expected.This hotel was much more expensive than I expected. This hotel was much more expensive than I expected. This hotel was much more expensive than I expected. This hotel was much more expensive than I expected. This hotel was much more expensive than I expected.This hotel was much more expensive than I expected. This hotel was much more expensive than I expected. This hotel was much more expensive than I expected. Okay, 今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye.